どうも、鈴木水戸です。夏です。10年に一度の暑さとも言われている記録的な猛暑ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。海や山などレジャーを満喫している人ももちろんいるでしょうが、夏を楽しみたいけどうだるような暑さにやられてしまっている人もいるのではないでしょうか。現実がダメならゲームで夏を味わえばいいじゃない、過去の偉人がそう言ったとか言わなかったとか、ということで今回は夏を全力で味わえる、夏にこそ遊んでほしいゲームを紹介していきます。いろいろな顔を持つ夏を多角的に楽しみ尽くせるラインナップになっていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行ってみましょう。ゲームファンに夏のゲームといえばと聞いてまず挙げられるのは僕の夏休みかと思いますが、こちらは僕夏シリーズの生みの親でもある綾部和志がゲームデザイン脚本を担当する精神的続編です。夏休みを九州は熊本で過ごすことになったしんちゃんと野原一家。着いた先は自然豊かな田舎でしたが、ある日しんちゃんの目の前に巨大な恐竜が出現。マッドサイエンティストも登場し、恐竜出現の謎や事件を解決していくのがいわゆるメインストーリーとなっていますが、本作の魅力は物語を追うよりもひと夏の田舎暮らし体験にあります。ラジオ体操から一日が始まり、虫捕りや魚釣り、畑で野菜を作ったりとのんびりだけど充実した日々を過ごすことができます。僕夏の後継作として成立させつつ、クレヨンしんちゃんのゲームとしてもかなりクオリティが高めです。春日部防衛隊にいた友達やユニークなゲストキャラとの交流、 SF 要素の入った非日常が融合した物語はさながら劇場版クレシンワールドが織りなされていきます。リアルに描かれた背景や田舎ならではの自然音などノスタルジーを嫌おなしに呼び起こさせるゲームですので、クレシン好きにも都会の喧騒に疲れた大人たちにも触れてほしい作品です。夏といえば海、海といえば夏、なんてのは世界の常識でございます。そんな海を舞台にした名作が最近スイッチでまた誕生しました。意外と知られていませんが、 Wii の名作フォーエバーブルーシリーズの続編として15年の時を経て今年リリースがされました。プレイヤーはダイバーになって潜るたびに形を変える謎の海を調査していきます。調査をするのが目的なので、架空の海洋モンスターと戦うこともなけりゃサメが襲ってくるなんてこともなく、もっと言えば酸素の残量にも制限がないので、ひたすら自由に海中散歩を楽しめてしまいます。スリルというものを感じることは確かに少ないですが、かといって刺激がないわけではなく、海の中を探索すると出会える海の生き物たちは本当に多彩で、マグロやサバなど見慣れた魚からカメやナマコといった魚以外の海の生物たちに加え、コイなど本来は海にはいない生物から絶滅してしまった生物まで目にすることができます。また海底や沈没船なども海中には存在し、海底に沈んだお宝や古代文明のオーパーツなどを発見したりと、探索はさらに奥が深くなっていきます。オンラインプレイにも対応しており、一つのマップで最大10人でのマルチプレイが可能です。マルチプレイといってもみんなで同じ場所を一斉に探索をするわけではなく、スタート地点はバラバラで、それぞれが好きな場所を探索していると、たまに他のダイバーとすれ違って挨拶をしたりする程度なので、シングルプレイに少し味付けがされたような遊び方となっています。現実世界では決してできない自由な海中散歩に癒されまくりましょう。カプコンが開発した海中探検型メトロイドバニアという移植作、フォーエバーブルーが海の綺麗な一面であるのならば、こちらは海の不気味で残酷な姿を垣間見ることになります。人々が海中で暮らすことになった世界で、一人生きる主人公は未知の機械と出会い、広い深海へと繰り出していきます。海中でのサバイバルは非常に過酷で、何もしなくても減っていく酸素がまず重要で、これがなくなれば容赦なくゲームオーバー。崩れ落ちてくる岩石や迫りくる氷など環境自体も敵となります。それに加え独特な進化を遂げた生物たちも主人公を絶え間なく襲来し、海のすべてが主人公の敵となって襲いかかってきます。個性的な見た目の深海生物や美しい海中の背景、そして実際に湖にマイクを沈めて録音したりと、とにかくこだわり抜いた効果音や独特な BGM が恐怖や焦りをさらに増大させます。深海への理解がとても深く、考察がはかどるストーリーも楽しめる一作です。昔懐かしい夏祭りの屋台を題材にしたゲームで、メダルアーケードゲームとして展開していたものをスイッチ向けに落とし込みました。メインとなるメダルモードの射的ステージでは、正面に並べられた景品をじっくり狙う、いわゆる昔ながらの屋台の射的となっています。景品の中にはお化けが潜んでいるものもあり、それを撃ち落とすとお化け屋敷に突入。そちらのステージでは一転してガンガン撃ちまくってお化けを倒す爽快なアクションシューティングへと変化。
難しい操作は全くないので、小さいお子様も十分楽しめます。しかし、決して子供騙しなわけではなく、200個ものミッションが用意されていたり、ミニゲームをクリアして頂上を目指す階段チャレンジなど、豊富なやり込み要素があったり、パーティーモードでワイワイ遊べたりと、大人でも一緒になって熱中できる作品です。2018年にフリーゲームとして公開され、2020年にはスマホ版をリリース。ノベルアドベンチャー好きの多くのファンに愛された結果、2023年、ケムコからコンシューマ版が発売されました。里帰りをした青年が不思議な少女と出会い、無理やりビー玉探しに付き合わされたり、神隠しの真相を追ったり、主人公の遠い記憶に眠る少女の正体など、すべての謎を解き明かしていきます。ゲーム自体はシナリオを読み進めていくだけのシンプルなものですが、七夕をテーマにした夏の物語ということで、セミの鳴き声が聞こえたり、田舎の空気感をたっぷり堪能させてくれます。ツンデレヒロインとのボーイミツガールの物語は、マルチエンディングを採用しており、選択によって展開が分岐していきます。一周3時間程度で読み終わる上に、フラグ管理もほとんど必要がないので、全エンディングの回収もそれほど難しくないのが嬉しいところです。スマホ版からの追加要素として、書き下ろしのスチル画像が追加されたり、ボイスを実装したことで甘くもほろ苦いシナリオをさらに際立たせてくれています。特典として本編の後日談が追加されましたので、スマホ版を遊び終えたという人も一見の価値があるものになっています。ひと夏の不思議な経験ができる良作ですので、透明感のある爽やかなゲームをお探しならぜひおすすめしたいです。テレビ番組こそ見る機会は減りましたが、夏にホラーは欠かせません。和風ホラーアドベンチャーの金字塔、ゼロは、そんな納涼にぴったりの作品です。この世のものではないものを映すことができるカメラ、遮影機を手にした主人公を操作し、物語を進めていきます。恐ろしい伝承や儀式が伝わる日本の土地を舞台にしており、どこまで行っても不気味な雰囲気が保たれ、霊が現れない瞬間も恐怖に怯え続けなくてはならないのが、和風ホラーの醍醐味とも言えるでしょう。そして、撮影して霊を倒さなくてはならない、という特性上、怖くても目を背けることができないシステムこそが、ゼロがホラーゲームの中でもトップレベルに恐ろしいと言われるゆえんでもあります。また、怖いだけではなく、光栄テクモ仕込みの可愛い女の子が登場するのも、ゼロシリーズの魅力。濡れる恐怖をコンセプトにしており、怖さに疲れたら、濡れて透けた服を着た美少女に癒されてみるのもいいかもしれません。徹底した和風ホラーの世界観、いつ現れるかわからない恐怖の演出など、ジャパニーズホラーにどっぷりと浸って、涼を取るのに絶好のゲームです。最初に紹介したオラナツと同じく、原作、脚本、ゲームデザインを綾部和さんが担当していますが、こちらはオラナツ以上にリアルな夏体験や少しの切なさを味わえる僕夏ライクの作品に仕上がっています。海や山に囲まれた自然豊かな田舎町、よもぎ町にやってきたサーカス団団長の一人息子として夏休みを楽しむほのぼの生活アドベンチャー。セミの鳴き声がこだまし、夕焼けが遠くに見える幼い頃いつか見た情景の中、ラジオ体操や魚釣りに虫捕りなど全力で遊んだあの夏休みのような経験をしつつ、町の住人のお使いやサーカスさんの手伝いをして公演を成功に導いたりと、ゲームだからこそ可能な一風変わった楽しみ方もできるようになっています。そして実際にプレイして驚くのは、そんな夏の描写だけではありません。凹凸もない壁をよじ登ったり、屋根を渡り歩くパルクールをしたりと、自由度の高すぎるフィールドワークで飛んだり跳ねたりしているだけでも心が弾みます。空気や匂いまでもが感じられそうな街の中、のんびりとした何もない一日を過ごしてもいいですし、大量に出された宿題のようなやり込み要素に追われて、忙しい夏休みを送ってもいい、この夏に遊びたい一作ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。夏に遊んでほしいゲームを7作紹介していきました。純真だったあの頃に帰れる作品ばかりで、夏休みのある人もない人も、これらを遊んで夏を満喫しちゃいましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いいたします。鈴木ミートでした。